海外の高校生に日本への理解を深めてもらおうと、外務省が行っているプログラムの一環で、韓国の高校生が県内を訪れています。今日、その高校生たちが鹿児島市の高校を訪れ、交流を深めながら日本の文化を学びました。今日、鹿児島市の鹿児島情報高校を訪れたのは、韓国で先端技術を学ぶ高校生45人の訪日団です。日韓について互いの理解を深め、関心を高めることが目的です。まず向かったのは食堂。日本の弁当を食べながら交流します。美味しい。本当に美味しい。生徒たちはアプリを使って自己紹介をしたり、アイドルの話で盛り上がっていました。日本語もめっちゃうまいんで、結構すごいです。昼食後はいよいよ先端技術を学ぶ授業です。こちらのクラスではカメラで撮った画像をパソコンで編集する授業を体験。韓国の高校生は交流しながら日本の技術を学んでいました。오늘수업은정말기대이상으로정말좋았습니다일본인친구들이랑이렇게교류도하고재밌는포토샵수업에서너무즐거웠습니다私英語も韓国語も分かんなくて話してるけど、そのジェスチャーとか本当にそういう簡単なことで伝わるから、これからもいろんな人と交流していきたいなっていうのはあります。11月には鹿児島情報高校の生徒が韓国を訪れるということです。